際に、ね、具材からですね、生地が水なんでまっすぐ持ったらこうやって出ちゃって具材だけこう落とします。で、落としたらこれを軽く炒め、ね、野菜炒め、こんなのでいいです。具材をちょっと柔らかくなってきたんですが、どうやって言うんですけど、わかる。で、生地を溶きながら、とりあえずは入る分だけ入れるんです。こんな感じで、これ以上やっちゃうと溢れちゃうんで、残りを広げながら、こう隙間を作ってちょっと、そうすると、それで安全ですから。待ってると下から焦げついちゃうんで、これを下から剥がす、ちょっと混ぜて動かします。で、火加減によるんですけど、だんだんとこう固まってとろみが出てきます。で、このぐらいになったらあと全部崩します。で、しっかり混ぜるとこれで出来上がります。おい、ありがとうございます。